色鉛筆ゲロルツグリュンにあるファーバーカステルの工場ファーバーカステルはドイツの筆記具ブランドファーバーカステル家の経営家にある1761年にニュルンベルク近郊のマチスタインでカスパンファーバーが鉛筆の製造を行ったことに始まる1851年後継者ローターフォンファーバーが鉛筆の長さ太さ高度の基準を作成 この基準は150年以上経った今でも世界中で使われている。事業の成功で1881年にバイエルン王国から男爵の爵位を授与される。ローターの後を継いだ長男ウィルヘルムと孫息子たちが創生し、孫娘のオッテリーが後継者となった。オッテリーは1898年にアレグザンダーツーカステルルー伯爵と結婚し、アレグザンダーが当主となる。 ローターが、ファーバーの名を残すことを遺言していたため、仮名を、ファーバーカステル伯爵家と改め、社名も変更された。ただし二人は1916年に離婚し、それぞれ再婚したが、アレグザンダーは社の経営を続けた。その死後に経営権と社位を継いだのは二人の息子の、ローラントである。現在もファーバーカステル伯爵家が経営を続けている。 1905年にはアレグザンダーがカステル9000版を発表。このカステル9000版は世界的に有名な鉛筆の一つである。現在では世界に18のセールスオフィスと15の工場を持ち、従業員5500人が働く国際規模の企業になっている。また、木軸ペンシルは年間18億本以上生産されている。ありがとうございます。